前回のカズクラ、カズさんまた羊牧場を改造。どうやら前に作ったやつは視聴者さん的にはちょっとイマイチだったらしい。俺もそう思う。そんなわけで陥没式、カズクラの中では結構これ気に入ってんだけど、どうなんだろうな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、なんか突っ込んでねえか、もしかして冒頭のやつで突っ込んでねえか。というのがね、最近こういうのがあんだよ。視聴者さん最初噛んでる。いや言えてるでしょ。あの視聴者さん、続けてみる、言ってみるか。視聴者さんのコメントより、え視聴者さ、さて本日も張り切っていくぞ。ごまかすなって。いや、いいんだよ。視聴者さんね。いや、お前らも言えねえだろ、お前らも。言える?果たして実況者がこんなカミカミでいいのだ。いや、よくないよな。いや、でもね、少しずつね、カズクラは成長するから、いつか視聴者さん、を滑らかに言えるようになります。これ、今年の目標な。ほんで今回はですね、この村をまたですね、良くしていきたいなと思ってるんですけども、最近ですね、気にかかってるのが、やっぱりですね、天空でございます。ちょっと行ってみましょう。ティッ。お、お肉。イエイ。はい、ちょっとな、風景が変わっちゃってるの見えちまったな。はい、そうなんです。ちょっとですね、こちらの方で作業をしておりまして、わかるかな。はい、やたらですね、人が増えております。この子かな?あ、違うわ。革職人ですね。あら?あ、いたどうも。はい、こんな感じで革職人が一人増えました。いやー、ここのね、トラップいいよ。ただね、ちょっとやっぱ効率的なもんがね、悪いところもあるので、また今度ですね、ちょっとゾンちゃん治療に便利なように改造の方を考えております。そんでですね、ちょっとこちらのトラップタワーでコメント来てたんですけども、それがこれ。また両方にゴーレム置いたら、いやー大変素晴らしいアイディアだと思うんですけども、もう今の時代ですね、完全にこっち側だよな。そんなわけでね、材料を持ってきましたよ。呼び起こしましょう。いでよ。あ、よ。いでったか。どうだ。気に入ってくれた。もう一回呼ぶわ。よいしょ。よーし、こんだけいたらですね、もう大丈夫でしょう。何?もうちょっとやってほしい?確かにね、スケさん問題とかあるからね。ここはですね、20にね。あれ?お前、いつの間にそっち行ってんだよ。ちょっとこっち戻ってきてくれよな。いや、心配だな、これな。押すわ、ちょっと頼むわ、悪いな。ちょっと待ってな。こんでいいでしょう。な。よし、だいぶいい感じになったんじゃねえの。あ、落ちる可能性あるからね、そっちに段差は作らないでおこう。こうだな、おやつみ。よーし、これでまたここが一つですね、住みよい村になってきたんですけども、実はですね、ちょっと景観悪いよな。ほんでさ、こういうコメントがあったわけ。水流式の回路でパルスショートナーっていう回路使えばコンパクトになってコスパいいですよ。なるほどな。というわけで本日は、なんだ?パルスショートナー。なに、ガンつけてんのかよ。おー、なんでもねえか。パルスショートナーちょっと作ってみたいなと思います。ではですね、ショートナーってみましょう。はい、今現在ですね、なんかもう自分でもね、よくわからない回路がね、できてしまってるんですけども、どうなってんだろうな、これな。あ、そうださ、一瞬だけこれ信号出るようになってんだよ。ほら。走ったでしょ?ほんでまた遅れでね、ちょっとこうやってペッてやってくるんだけども、ここら辺一帯がですね、すごいね、大型化しちゃってる。ほんで、パルスショートナーについて私、調べましたよ。んじゃね、最終目標は、この子。この子をね、パヒュンと上に上げたいんだけども、これを一瞬だけ上げたいわけ。ここにレバーを置いてさ、ほんで、こうやってくっつけちゃうと、これ、ずっとだよね。これを一瞬だけやるにはどうするのかというとね、
壊してさ、粘着ピストン。ほんで、こう、羊毛。こんでいけるかな？どうだろう？ほんとはリピーターが必要だと思うんだけど、うん、ダメだよな。ダメだよな。これはね、貫通する力がないんだけども、なんとですね、このリピーターでございますね。これを使うことで、このブロックを貫通して、ここに電流を送ることができる。ただね、これの効果には、下のピストンがね、ワンって上がる効果もあるのでね、一瞬だけなんですよ。いくよ。ほら。わかった今の。奥のやつ一瞬だけ上がるでしょ。ほら。これがね、どうやら、パルシュショートナーっていうらしい。つまり、ね、今回は、この回路を使ってうまいことやれという指令がございました。はて、確かにね、これ何ブロック使ってんだ横幅。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ブロック。ではね、早速ちょっと作っていきましょう。ほんで、こんなものはですね、一回リセットした方がいいんです。わー、壊しちゃったよ、カズクラお前。大丈夫か、本当に。これもこ壊してしまう。ぽい、ぽい。ブロックと。要は、これに信号を与えるんだな。まずはね、タイマーの作成からだな。これはもう最近よく作ってるからね、結構簡単にはいくとは思うんだけども、こうして、こうして、はい、これわかるよな。ラブホッパー。略して、言うなよ。はい、あとはね、中に何かが入ってると、信号を出す、コンパレータというものを出して、仮に22個ね、これでいきましょうかね。はい、あとはでございますね。ぽい。ほんとおしゃれさんだから、羊毛とか使っていこうかね。あとは、ここに、レッドストーンを置けば、もうね、ガチガチ動くような感じになったよな。なった。タイマー出来上がったよ、タイマーは。まず、こうして、こうして、ほんで、ここに、2本置いておきましょう。あ、こんでいいのかな？こんでいいな。こうでしょう。ちょっと今動作すると困るからね。ショートな1本出来上がり。そして、おやすみ。さて、この時点ではね、だいぶコンパクトにはなってるとは思うんだけどな。待って、一回ここ壊して、てい。さ、一瞬だけ信号流れるかね。ちょっとテスト。よし、完璧だ、完璧。あとはこれを送らせればいいだけだよな。こう繋いで、あれ？これ、横3列でいけるんじゃね？こっち何遅延させた？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11遅延か。よーし、もうこんで遅延状況も完璧だな。あとはパルス的なもん作れば、もう完成。こうして、はい。ここも下手に繋がると嫌だからね。こうして、動かしたくないときは、こうか。だからもうこっちもね、壊してしまいましょう。よしな、あとは信号をつなげてしまって、うわぁ、めっちゃすっきりしたわ、こっち。行こう。てい。ちゃんと水流れてるかな？そのチェックだよな。第一信号行きました。で、こっちも第二信号が一瞬だけ、ちゃんとスイッチ入ってるかな？さあ、どうなってる？ちょ、見せてみ。あれ？一瞬過ぎて信号が来ないのかな？あれ？信号切り替わってる？この一瞬の時に。あれ？一瞬過ぎてダメなのかな？これ。いや、一瞬光ってるんだけど、あれ？これで終わろうと思ってたのに、あれ？やり方自体は合ってるよね？これ反転させれるよね？信号出せば。いけるよね？ちょっと待って。検証だ。アムロ行きまーす。ほい。うん。反転しねえよ。なんとか方法はねえのかよ。びくともしない。これは、マックスにしても。あ？ちょっと待て。いけるぞ、これ。どうだ、ほんで。あ、行ったね、信号一発。行ったね。あ、行った、やった。スタート。やべ、タランチュラ。寝る準備。おやおや。
最強のハンターだな、やっぱな。さあ、ではですね、ちょっとこれも片付けよう。さて、ちゃんと鳴ってるかな。おーおー、賑やかだな。我が福井県セカンドの力でも見せてみるか。福井県セカンド、すごい。はい、無事にですね、ちゃんと動作してるみたいでございますな。わしゃわしゃすごい。わしゃわしゃすごい、わしゃわしゃが。はい、まあ本日はこんな感じで終わりたいなと思います。今回の回路な、なんて言うんだったっけな、これ。そうだ、まだ、パルスショートナーだ、パルスショートナーね。パルスショートナーを使うことで、こんな感じで、スタイリッシュにね、戻すこともできますので、もしよかったら皆さんも試してみてください。ただですね、最後みたいに反転するときはですね、こんな感じで、リピーター。リピーターをつけて、あ、これ、動作してんわ、多分。こうか。こうすることによって、しっかり動作することになるみたいでございます。ああ、こんな感じでどんどん回路ね、すっきりさせていくぞ。そして本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。またですね、なんかね、私でも扱えそうな回路のね、なんか仕組みとかございましたら、コメント欄の方書いていただけると嬉しく思います。ではまた次皆さんお会いしましょう。バイバイ。